コンスタンティノス七世、コンスタンティノス七世、ポルフィロゲネトス、905年 ?959 年11月9日は、東ローマ帝国マケドニア王朝の皇帝、在位、913年から920年、945年から959年、共同皇帝、908年から913年、920年から945年、ポルフィロゲネトスは、 ヒーロの産出生まれ、皇帝の着手を意味するあだ名、皇術。帝国史上随一の文人皇帝で、マケドニア朝ルネサンスと呼ばれる、ビサンティン文化の黄金時代を築いた。中世ギリシア語読みでは、コンスタンディノス七世、ポルフィロエニトスとなる。マケドニア朝二代目の皇帝レオーン六世と、その四番目の妻添エカルボノプシナ、カルボノプシナは、黒い瞳の意味の間に生まれた。 コンスタンティノスが幼いうちに父が死去し、おじのアレクサンドロスが定位についた。しかし、アレクサンドロスは在位1年で死去し、913年6月にコンスタンティノスは皇帝に即位した。幼いコンスタンティノスに代わって、コンスタンティノポリス総主教ニコラオス一世ミュースティコを長とする摂生団が国政を担ったが、母ぞえは反ニコラオス派であった。 レオーンの四度目の結婚にニコラオスは反対した女王、ニコラオスが協力を期待した帝国軍最高司令官のコンスタンティノ・ドゥーカスが定位を狙って殺されるなど国内は混乱した。そこへ、先帝、アレクサンドロスの高納金支払い停止を理由に、シメオニッセイ率いるブルガリア軍が侵攻、進行8月には首都コンスタンティノポリスにまで攻め寄せてきた。 東ローマ側は大規模な情報を迫られ、シメオンをブルガリア皇帝として退官させ、コンスタンティノス7世とシメオンの娘を婚約させることで和議を結んだ。皇帝の義父となるシメオンに帝国を乗っ取られてしまうこと危惧した勢力は、摂政団を倒し、ゾエ・カルボノプシナが権力を握った。ゾエは、シメオンの退官を取り消し、 帝国の東西で戦いを進めたが917年から918年にブルガリアに敗北し、その権威は失墜した。翌919年3月には帝国海軍の司令長官、ロマノス・レカペノスが宮殿を了し、ゾエは修道院に遠征させられた。ロマノスは娘レネとコンスタンティノスを結婚させて、皇帝の義父、共同皇帝となって実権を握った。 920年になると、コンスタンティノスは、聖帝の座を追われ、ロマノスが、聖帝、ロマノス一世レカペノスとなった。さらにロマノスの長男クリストフォロスが、序列第二位の皇帝、共同皇帝となり、コンスタンティノスは聖統皇室の着難にもかかわらず、序列第三位の共同皇帝にまで落とされてしまった。以後24年間ロマノスが帝国を統治し、父レオンの癖以上に、 学級肌だったコンスタンティノスもっぱら読書や学術研究に没頭することになった。944年、ロマノス一世はコンスタンティノス七世を後継者に指名した。すでにクリストフォロスは病死しており、残る二人の息子をロマノスは評価していなかったのである。これにロマノスの次男、三男が反発して、同年12月にクーデターでロマノス一世を 丸ママラ海の海島へ追放した。二人は次に、コンスタンティノスの追放を図ったが、ここで民衆の指示を受けていたコンスタンティノスは二人を逮捕させて追放。レカペノスキの勢力を一掃したコンスタンティノスは40代になって、ようやく実権を掌握することに成功した。聖定の座を回復した後も、コンスタンティノスは、実際の政治は進化に任せ、 自らは引き続き学問研究に没頭した。彼の知性のもとで学者が宮廷に集められて古代ギリシア文化の研究が進み、百科事典的な書物、抜水や農業書などが編纂された。コンスタンティノスは建築、音楽といった面に興味を持ち、教育にも力を入れた。また、自身も、バシレオス一聖伝、テマについて、及び息子ロマノス二世のために書いた。 などの著作を残した。こうして、帝国は、後世、マケドニア朝ルネサンスと呼ばれるビザティン文化の黄金時代を迎えた。また、後と馬や朝、新生ローマ帝国、キエフ大公国などと外交団を交換して、友好の維持に努める一方、北、シリアメソポタミアでは、ニケフォロスホカス、後の皇帝ニケフォロス二世ホカスやヨハネス・チミスケス。 後の皇帝ヨハネス一世チミスケスなどの活躍で、東方で優位に立つことに成功した。959年11月9日に病死、多くの首都市民がその死を悼んだと言われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。